ホラータマスです、ちょっと養殖調理のかなり基本的な、作業というか調理ですが、フライを作ります、パン粉フライですね。お店ではパネしてっていうとこういう作業を言いますので、パネルと僕たちは呼んでいます。本当に基本的なことなんですが、しっかりしたポイントだけ押さえれば難しい作業ではなくて、どちらかというとどれだけ効率的に手早くできるか、そういったことを追求していってほしいなと思います。今日はね、ちょっと材料としては少し変わってるんですが、これね、サバの白子です。結構美味しいんですよね。でまずは小麦粉をつけます。小麦粉の役目は、接着剤になりますね。素材と衣をつなぐ役目になります。必要最低限の小麦粉の量をもう薄くつけます。余分な粉は必ず落としてください。ちょっと進めていきます。で、ここに下準備してあるのが、手前に卵、そしてパン粉、そして仕上がったものを置くバット。まず仕事する前に全ての材料を整えてから、作業すると非常に効率がいいという流れになります。このえ続いて卵にくぐらせた後、パン粉という流れになりますね。ちょっと柔らかい素材なので、今僕ちょっとお箸使いましたけど、ちょっと手でいきます。今回はで卵、そして片手でパン粉、いった流れで進めればいいかと思います。卵がつなぎとなって、パン粉が素材に付くという、皆さん普段よく食べているフライの、基礎的な仕込みでございます。以上です。